はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいのはですね、ミュージシャンのですね、ガクトさんなんですけども、現在ですね、体調不良を訴えてですね、活動休止中なんですね。しかしですね、なんと、このガクトさんにですね、自分の妻を取られたと。ね、自分の妻がガクトさんと不倫していたというですね、ことを言い出す夫の人がですね、この度ですね、なんと告発をしたんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、法的処置にもね、出るっていうふうに言ってるですね、この夫がですね、どのようにですね、この証拠をつかんでいったのかってことについて、ちょっといろいろとですね、詳しく話の方していきたいと思います。まずなんですけども、ガクトさんってですね、現在活動休止してるんですよね。という何かっていうとですね、ガクトさんですね、今年の8月6日にですね、海外から帰国したんですけども、体調不良を訴えてですね、その後容態が急変したんですね。でですね、その後ですね、持病のですね、精神系疾患がきっかけで、一時はですね、命にも関わる状態に陥ってしまったっていう話なんですね。で、その結果ですね、もうこれは一回活動を休止しようということで、9月8日からですね、活動休止を発表してるっていう感じなんですね。でですね、当時ガクトさんはですね、主演映画であるですね、翔んで埼玉のですね、続編第2弾の撮影をしていたらしいんですけども、これもですね、今のところ完全に頓挫しちゃってるっていう状況なわけですね。でですね、そんなですね、ガクトさんなんですけども、なんと不倫をしていたっていう話なんですね。でですね、それを告発したのがですね、どうやらですね、中部地方に住むですね、ある男性なんですね。はい。でですね、これどういった流れかっていうと、旦那さん曰くですね、妻はもともとそのガクトさんのファンだったっていう話なんですね。でですね、去年の7月4日にですね、その彼の誕生日にインスタグラムを通じてですね、メッセージを送ったと。ね。そしたらなんと本人から返事があってですね、やり取りが始まったっていうんですね。はい。でですね、このね、妻をですね、B 子さんと言うんであればですね、この B 子さんは当時35歳でして、釈由美子さんの美女っていう感じらしいんですね。ただですね、この B 子さんのインスタグラムはですね、普通に新婚旅行やですね、夫婦水入らずの食事の写真がバンバンアップされているんで、明らかにですね、B 子さんが既婚者っていうのはわかる状態なんですね。にもかかわらず、ガクトさんは、返事を返して、そこから二人のやりとりが始まっていってしまったっていうことなんですね。でですね、そんな中、旦那の A さんがですね、その二人の不貞関係に気づいたのはですね、なんと今年の9月下旬のことだったっていう話なんですね。はい。で、内容としては何かっていうと、その旅行している最中にですね、その妻の体調が悪くなってしまったためにですね、旅行前に何かあったのかもしれないと思って、その妻の携帯電話をですね、見たらしいんですね。そしたらなんとですね、その妻が自分の姉に対してですね、そのガクトさんの自宅に滞在している様子を実況中継している LINE がですね、残っていたっていう話なんですね。で、さらにですね、その証拠にですね、そう、妻が撮影したガクトさんの家の写真もバンバン残っていたっていう話なんですね。でですね、このガクトさんの家っていうのはですね、いわゆるその家の中に滝みたいなものがあったりとかして、ものすごく豪華で有名なんですよね。だから結構そのテレビとかでもなんかガクトさんの自宅背景みたいな感じで、ね、使われてるくらいの、要はネタになるくらいとんでもない豪邸なんですね。だからこそ奥さんはですね、言ってみたらお姉さんに実況中継して、こんなにすごいことになってるよ、みたいな感じで写真を撮って、送っていたということなんですね。はい。でですね、結局、夫はですね、その B 子さんを問いただしたらしいんですね、この件について。そしたら、その9月17日の夜11時から翌日の18日の夕方までですね、東京のガクトさんの自宅に滞在していたということを認めたらしいんですね。で、さらに言うとですね、7月14日にですね、名古屋で初めてガクトさんに会ってですね、名古屋マリオットアソシアホテルっていうところに宿泊したことまでね、言ってみたら明かしたらしいんですね。でですね、当然肉体関係結んでるだろうということで、旦那さんが問い詰めます。そしたらですね、妻はですね、9月にガクトさんの自宅に行った際は、その肉体関係を結んでいなかったんだけども、その名古屋のね、ホテルに泊まった時は肉体関係を持ったっていうふうに、白状したわけですね。はい。でちなみにさっき言いましたけど、そのインスタグラムにメッセージを送ったのが7月の最初だったんで、ただ7月の最初にメッセージを送っても7月の中旬にはですね、肉体関係を持っていたということで、かなりスピード展開と言いますか、っていう感じですね。はい。でですね、そのことが起きてしまった結果、10月の18日にですね、B 子さんはですね、ガクトさんにですね、今回のことが夫にバレてしまったといったメッセージを送りました。しかしですね、ガクトさんから返信が来ることは一切なかったっていう感じみたいですね。はい。でですね、そのですね、結局ね、旦那さんはですね、今回のことに激怒、してですね、所属事務所にですね、事実関係について問うたりしたらしいんですけども、担当者が不在としてですね、その締め切りまでに回答がなかったと。
いう話なんですね。はい。でですね、A さんは最後にこう言ってます。妻と性的関係を持った彼を許すことはできませんと。彼が壊した普通の夫婦生活を取り戻すために、私たちがどれだけ苦悩を強いているのか理解すべきですと。辛い思いをする人をこれ以上増やさないためにも、法的手段を取ることも辞さない覚悟ですと。ね。そのようにですね、旦那さんは最後にこう言って締めくくってるっていう感じですね。はい。というのが今回入ってきたニュースになっております。じゃあ、こっからですね、何が見えてくるのかっていう話なんですけども、まず第一に僕が思ったのは、いや、ガクトさんってファンにそうやって手出すんだっていうのをちょっと一個びっくりしましたね。うん。なんか、いわゆるその芸能人の方だったりとか、まあバンドマンだったりとか、まあいわゆるその芸人さんとかって、今やっぱ一番簡単な女遊びっていうのは、やっぱ DM でファンを釣るっていう方法なんですよね。うん。結局、そのファンの人っていうのは、その男性、まあその応援してるね、その、まあ有名人に惚れてるパターンが多いですから、まあ大概ですね、簡単に手が出せちゃったりするわけですよ。ね。だからよく芸人さんとかでもですね、ファンの女の子にね、DM で手出すわけですよね。しかもこう、送られてきたものに返信するのが一番簡単なわけですよ。ね。いくらこの子可愛いな、ファンなんだ、この子可愛いな、お笑いファンのこの子可愛いなって思っても、自分から私芸人の誰々なんですけど、今度二人で飲みませんかっていう風に送ったら、下手したら晒される可能性もあるし、キモいって思われる可能性もありますけども、向こうから誰々さん大好きなんですっていう風な感じでメッセージが来たら、その人の、その SNS のね、投稿してる写真とか顔とかチェックして可愛いなって思ったら、あ、しかもね、近くに住んでるなとかいろいろ分かったら、じゃあそこで返信して、じゃあ今度二人で遊びませんかみたいな発信していけば、まあ簡単にね、まあ要は、ちょっと下品な言い方をしてしまえばやれちゃうわけですよ。ね。まあ、だから現在においての一番簡単でかつ下品な方法が DM でファンを釣るっていう有名人のこの方法なんですよね。で、それでいくと、なんかガクトさんってその戦法するんだっていうね、それにびっくりしちゃいましたね、なんか。うん。なんかガクトさんって普段めちゃくちゃ格好つけてるし、なんかそういう、まあもちろんモテるからね、そりゃ女性と遊ぶこともあるでしょうけど、なんかそういう感じの女遊びしないと僕思ったんですよ、なんか。もっと別の方法で女遊びしてんのかななんて思ったんですけど、なんかすごいダサい方法を使ってんなっていうのは、うん、なんか正直ちょっとがっかりしちゃいましたね、なんか。うん。あ、そうなんだ、ガクトさんって、っていうね。まあ、ただ逆に言えば、なんかガクトさんもなんかあんな感じで自己プロデュースしてですよ。完璧超人みたいな雰囲気醸し出してますけど、あ、ガクトさんももうただの男だったんだなっていう風に考えれば、まあ、逆に言えばちょっとね、親近感湧くっちゃ湧くのかもしんないですけどね。はい。まあ、ただですね、こう、旦那の A さんがなんせブチ切れてるんで、まあ、こうなってくるとですね、まあ、ほぼほぼ間違いなくですね、裁判とかでは負けちゃうんでしょうね。うん。やっぱそのね、妻の A 子さんも不貞行為を認めてるわけですから、証拠も何かもね、揃っちゃってるわけですよ。さっき言った写真とかもありますから。ってなるとですね、まあ、うん。まあ、負けるでしょうねって感じですね。で、ちなみにですね、不倫のですね、損害賠償金のですね、相場っていうのはだいたい50万円っていう風にされてるんで、まあ、でも、ガクトさんからするとね、屁みたいな金額だと思うんで、さっさと払っておしまいっていう感じにはなっちゃうんじゃないかなって思います。まあ、ただ、ガクトさんからすると50万払ってちゃあおしまいみたいな話ですけど、結局ですね、その旦那さんからすると50万円もらったところで、今後の夫婦関係どうすんだってなると、50万円以上の苦労がね、あるわけですよね。っていう風に考えると、やっぱりこう、旦那さんの方がなんかこう、トータルで見ると、なんかほんとかわいそうだなっていうふうに思っちゃいますね。というわけでですね、今日はコメントでります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。